はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、ファーミングシミュレーターですけど、もういきなりね、走行してるかもしれないですけど、アルバイトです。前回からね、まあ1ヶ月が経っております、収穫してから。で、まあ一番でかい畑っつうか、まあそれなりの大きさの畑の収穫のバイトが入ったんでね、まあやってやろうじゃねえのかと。横領分も含めてね、結構な金になると思うんで。そう、穀物工場を建ててね、パン工場も作りてって、まあパン屋も作りてってことなんでね、そう、そこら辺をね、頑張らないといけないっていう。で、できればですけど、まあやっぱりね、あれが欲しいんですよ。グリーンハウスが欲しいんでね、それのお金も貯めてよっていう感じなんですよね。はい、まあなので、とりあえず頑張るためにアルバイトって感じです。はい、ってことでね、本日はそんな感じでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、もうね、さっきからね、喋りながら設定をしてますけど、やっぱね、レンタルしたやつはね、初期設定のままなんでね、ある程度はやっといた方がいいかなと。で、あとこれね、藁を排出するはいらないで、荷下ろし時停車を有効にしとかないとね、並走しなくちゃいけなくなるっていうことで。はい、じゃあお願いします。はい、収穫が始まりましたね。で、もう実は言うとね、何か所かに旅立ってもらってます。ここも一箇所そうですよね。工作のバイトが入ってますね。はい、こっちもね、コースプレーでやりましょう。ターンスピードとか大丈夫ですね。はい、お願いします。あれ、ここじゃなかったっけ。 17？ 違う、17はあれか、肥料巻きか。肥料巻きだな、ここは。どうやらね、こっちの畑ですね、16。ここはね、肥料巻きに行きましょう。はい、この下の畑ですね、そのままダイブしていきましょう。はい、見事にね、誰も収穫しなかったんでしょう、枯れてます。はい、お願いします。で、あとは6番。あ、ここで引っかかってんだな。こっちのね、方は作業場がね、ここになります。6番の畑。はい、お願いします。 OK ですね。はい、あとはね、待ちましょう。で、とりあえずね、この33番は今仕事中なんですよね。はい、トラクター、結局ね、これちょっとちっちゃいんでね、自前のやつをちょっと出しましょうか。このマッセイさんでね、やりましょう。一応ね、馬力はね、300馬力あるっていうことなんですけど、そこのね、雪の時にね、坂登ってかなかったですもんね。本当に300馬力あんのかよ状態ですよ。はい、これちょっとね、自走で向かってもらいましょう。もういっぱいいっぱいですね。はい、動き出しましたね。で、こっちは肥料散布のバイトの移動ですね。忙しいですね。こんぐらい忙しいとね、いいですよね。おお。あ、もう33番終わりますね。早いね。 Need to be unload。 もういっぱいになったみたいですね、収穫期が。はい、ここの畑でしょ、多分。そうですよね。はい、お願いします。で、33番は終了ですね。続いてだったら15番と32番も行きますか。15番と32番、じゃあ15番の方行ってください。
32番ってどこだ？ここか。微妙に遠いとこだな。これはどこに持ってくんだっけかな、収穫。ほら、3万7千ユーロですからね。穀物工場だからすぐ近所ですね。あそこ、確か。ここの真正面のとこですね。俺もね、このクラースのね、大きいやつね、こっちを買っちゃいますか。あ、作物の回避をオンにしたままなんですね。だから脇にそれてんのか。到着したってことなんで、こっちを仕事を作成で、はい、お願いします。17番もね、そろそろ終わりますね。ここでしょ、穀物工場。うん、そうですよね。で、28番の土地を買ったら、ここの畑何作ろうか、ブドウかなんか作ろうか、後で。それかもう丸々ね、拠点に改造しちゃうかですけど、まだ必要ないかな。畑自体がね、そんなに大きくないですもんね。だから利益率のいいやつをやりたいですよね。だからそう考えると、あ、でも利益率じゃねえか。どうせだったらめんどくせえやつやるか。なんだっつったら、じゃがいもですよ。じゃがいも、じゃがいも今回やるっつ言いましたからね。でもじゃがいも製のさ、ハッシュ機専用の、こんな高いんですよ。あ、でもこれもそうなのか。一応3メートル幅46,000円。って感じかな。って感じ。これモッドでね、 1.5 メートル幅だって。可愛らしいけどこれは安い。あ、これもでも 1.5 メートルか。これはあの掘り起こすやつですよね、多分。表示がないけど大丈夫かよ、本当に。これほら、表示がないですよ。これもぐる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 して、はい、これもね、じゃがいも掘り機で、ここでね、すくい上げていく感じなんでしょうけどね。これだと20万ユーロだって、高っ。同じ見た目なのに。これも一応そうですよね、ここですくってっていう。2列ずつしかできないんですよ。すげえ時間かかるんですよね。あ、フィニッシュワーク、肥料まきが終わったみたいですね。肥料まき戻ってもらいましょうか。あ、いや、どうせだったらね、もう一箇所の肥料まきも受けちゃいましょうか。畑5って上でしょ。めんどくせえけど行きますか。どうせね、俺が走ってかなくても行けるんだから。あれ、目標にたどり着けません。目標設定、ちょっと3番あたりに行ってもらう。ここら辺とか。あ、行けねえんだ、めんどくさ。ちょっと畑から脱出してみますか。そうしたら行ってくれるかもしんねえから。そこのね、とりあえずあぜ道に出てみましょう。4番の畑行ってくれる？あ、OK ですね。あ、動かねえ、やっぱり。ここら辺には行ってくれるのか、もしかして。ここは動くんですね。やっぱ上に行ってくんないんですね。はい、もう自分で移動しましょうか。じゃあ、どうせ時間は空いてるんだから。あんまりね、この上のエリア行ってないですからね。このマップに来て。めんどくせえっつって。最初の最初に何回か行ったかなってぐらいで。アルバイトで。それでめんどくさくなったんですよ。ひまわりとトウモロコシもね。そのうちやりたいですよね。あと、まあ、
今までずっとやってこなかったけど、モッドで新しい作物っていうのもね、ちょっとありかもしれないですよね。はい、目の前のね、あの坂ですね、登ってくれるかどうかが心配ですよ。まあ登るか、雪が降ってなければ。はい、こっから上に上がってきます。ヘルパーがうまく動いてくんないところね。あー、その前にね、もろこしがいっぱいになったんで、もろこし回収しましょう。